時現実の僕は独りよがりってきっと後悔なんて消えないんだろう抱きしめていたいよもっと触れていたいよ僕には響かないその言葉に力もない記憶たどり繋いだ手と下に画面に映る写真は澄んだ瞳でこれじゃまるで君と僕は死んでしまったみたいだ落ちる夕日は君のようで僕の心にただ積もるから季節が二人を遠ざけてくこの愛に嘘はない誰も愛せない木はいじめなどしてませんお宅の子がちょっかいを出したのでは失礼ねその目で見たっての危ないなほどの拒絶反応だお母さん輸血で拒絶反応を起こすことをなぜ言わなかったんです輸血量が少ないから良かったものの何かあっては責任取れませんよ私も今初めて知りましたなんてひ弱な子なのわざと倒れて治療費をせびるつもりなのかしら気をつけて絶対払っちゃダメよを連れて引っ越しましょう。はい。あの子だ。身につけていればいつの日かまた人の姿になれるかもしれない。いつになれば。また会えるんだろう。余計か。パートナーになってくれる約束でしょ。隣の丹木君に聞かれたらイメージ台無しだぞ。構わない。どうせ好きになってくれないもの。足の指を描いてるこのおばさんは丹木君のフィアンセだ。妻として認められたくてずっと猫をかぶってる。でも僕に妻の座を奪われたと思い諦めたみたいだ。まだ一回も勝てたことがないの協力するのしないのお札あなたが書いたのあの赤毛からの宿題なんだクソ死んでも宿題する羽目になるとはなんて下手くそなのまさに幽霊が書いた文字って感じねうるさいないいお札っていうのはねこう書くのよおお、君はお札を書くのが得意なんだね。じゃ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 ーん。なあ、なんで英語なんだ？これの意味は？ほんとバカね。G-A-Y。ゲイって読むの。あなたは神っていう意味なのよ。昔はヨーロッパでも文字を右から左に書いたの。だから紀元前15世紀頃から GAY はあなたは神っていう意味を表してるつまり神のご加護のある言葉なの今はお化けも国際化してるから丹木家には必要なお札なのよ西洋のお化けから丹木さんを守らないとね丹木木は GAY 確かにあいつは神のような存在だだったらたくさん書くよこれを屋敷中に貼れば西洋のお化けは近づけないからな
うわあいい考えね。あなたは端木さん思いだわ。バカは霊になっても騙されるのね。端木さんがどうお仕置きするか楽しみだわ。よう、ケイカ、何を書いてる？見て、あんたのために書いた。ん？どうだ、あんたは西洋のお化けには不慣れだから、護身用にたっくさん書いてやったよ。あんたは国内では陽明師で、外国ではゲイだ。ふざけるな。二人とも、来い。こういう無限にしやがって。神になりたくないのか。何様だよ。一緒にショッピングしてくれるの？うん、やったー。わー、これすごく素敵。こっちのも素敵だわ。このバッグもいいわね。意外だよ。あんたもウィンドウショッピングするんだな。おそらく今日が最初で最後だ。彼女の誕生日を一緒に祝えるのは。もうこっちもこっちも素敵だわ。どうしよう、全部欲しい。誕生日なんだから奮発して全部買えば。よー、ケイカ、冷凍だからって覗かないでよ。出てって。え、なんで誕生日だって知ってるの？端木希が言ってた。誕生日を覚えててくれたの？ありがとうございました。え、お会計はまだ。お客様がお買いになるものは全て端木様がお支払いに。クソ、金持ちはああやって女を虜にするのか。これ似合う？まあまあ。これは？ あの二人モデルみたい。美男美女だわ。写真撮っちゃおう。三人で歩いてるのにみんなには僕の姿が見えないんだ。そこ行きましょうよ。ねえ、いいでしょう。楽しみ。これが実戦だったら死んでるぞ。クソギツネ、不意打ちは卑怯だぞ。それに僕はとっくに死んでる。私の授業を抜け出すとはな。次は魂を散らすぞ。お前の猫パンチなんか痛くないもんね。痛くない？そうさ、痛くも痒くもない。へへ、もっかい殴ってみろ。まさかパクトコネクト？あ、そういうことか。端木希の魂とパワーを共有したんだ。僕を怒らせるなよ。今の僕は天下無敵だ。よう、ケイカ、よく聞くんだ。私の弟子として私以外に負けることは許さない。勝てない戦いは避け、避けられなければ逃げろ。絡まれても無視しろ。とにかく自分の身を守れ。お、ずるいだろ。弱気な教えね。どんな教えだよ。勝てない戦いは逃げろだなんてさ。もかよ。
気なのか。あいつが虐げられないようにだ。あれは本物のパクトコネクトじゃない。一体何なんだ。いくら体の回復が早くても命は粗末にするな。受けたダメージは元に戻らないんだ。いつの日か耐えられなくなるぞ。お前があいつに手を挙げなければ私に影響はない。私をからかってるのか。あいつ自身が強くなれば今後は何の心配もなくなる。今の話はあいつには言うな。それでもあんたは私のものだ。ケイカ、強くなれ。うちの子はいじめなどしてません。何が妖怪ですか。うちの子は違います。英霊さん、英霊さん。石ころ。何をしてる。石ころの声が聞こえたんだ。姿だって見えた。その石から霊気は感じられない。それに人の姿になるには数十年はかかる。本当に見たんだ。嘘じゃない。いつも首から下げて毎日可愛がってるから僕には感じるんだな。いい加減にしろ。あんたって人はいつもこうだ。どんなガリベン君だって休みは必要よ。家に引きこもってるか学校に勉強しに行くかばっかりで大自然の美しい景色も楽しまないなんてどうかしてるわよ、あんた。だから石ころを感じられないの。このままだと枯れ木になるわよ。出て行け。授業中だぞ。せっかくお札を貼ってやったのにお礼を言わないどころか怒るなんてひどすぎる。すみません、大丈夫ですか。あなた、うちの学部の子。私は実習生としてこの学校に来ているの。僕が見えるのか。あれ、ペンダントがさっきはあったのに。ペンダント？緑色の四角い石で大事なものなんだ。